さっさと出てこい。現代人の火ではない。フェイントを仕掛けるでもなく、まともに防御は成功している。なのにこのダメージ。立ち上がれる技術を与えてくれた父ドッポ。この時を境にピクルの表情から微笑みは消え失せ、カツミは遊び相手から餌へと昇格を果たした。戯れの時は終わったのだ。バキよ、見てみ、ピクルの構え。そっくりだ、ハンマユージロウと。艦長が前へ出た。迷いはない。今あれだ。ピクル、1億9000万年の人生初、得体の知れない苦痛が腹部に発生。今や繰り出す技のすべてに最新の方程式は当てはまった。両手と左足を犠牲にやっと手に入れた確かな有利なのに、奴はもう回復しつつある。やる気だ、あれを。間違えてはいない、何一つ間違えてはいない。みんな心配するな、俺はまだ使っちゃいない。俺だけが掴んだ、俺だけのマッハ。来いや親友。俺自身が驚いてるんだ。だってよ、打ち当てることだけを考えてきた日々、ことから当てない打撃だったなんて。そして手にしたさらなるマッハ、さらなる衝撃波。もういい、もう冷めていい。間に合った、立っているのは俺だ。謝りたいと感じている、だから感謝というのだ。これを感謝というのだ。バカな、そんなことが。これがそうか、徳川氏から聞かされていた、好んだものを食す、食す時すなわち別れの時。この惑星誕生以来最強とまで言われる男が俺を強敵と認めてくれる。俺は報われている。この思いにどう報いる。持ってけ、この命ごと。なあピクル、俺はうまいかい。約束は守る。知性、あらゆるものを超えて人類が取ってしまう行為があるまま理解していた。初めて選択する空腹のままのヒロ。